は12レースドリーム戦、実況でご覧ください。今年はボートレース小島が舞台となっています。 G3 第7回ウエスタンヤング、同年代のレーサー50名集結ということで、初日から激しい戦い展開されましたが、いよいよラストカード第12レースドリーム戦です。1号艇には大山千尋、2号艇には中谷隼人、3号艇村松修司、4号艇大上拓人、5号艇武井隆、6号艇羽野直也、以上6選手が争う12レースはドリーム戦です。1、2、3、4、5、6定番通りに収まっていきます。今年はここまで V3 をマーク、シリーズ初戦からモーター23号機キャブレタの交換を行ってきました。人気の中心です。1号艇の大山、2コースこのタイトル第5回大会のチャンプです。2号艇の中谷、センター3コース今年の中国地区チャンプは3号艇の村松です。4コース避けて角1は何と言ってもスタートの速さが自慢です。カードならば魅力倍増する4号艇の大上、5コース先月福岡で優勝を飾っている5号艇の武井、サイアウト6コース今年は三国のルーキーシリーズを制しています。6号艇の羽野、進入スタイルはスロー3艇1フタ3ダッシュ3艇456、スタートまで残り10秒となりました。第12レースはドリーム戦です。 A コースから1番フタ番3番4番5番6番です。今スタートしました。よわーっと4コース5コース4号艇の大上、5号艇の竹井、早いタイミング、現在スタートを審議中、スタート審議中、お手元の投票券大切にお持ちくださいませ。4コース5コース大上竹井、早いタイミング、現在スタートを審議中となっています。ここでお知らせいたします。4号艇の大上拓人、そして5号艇の武井隆、4号艇の大上、5号艇武井ともにフライング変換欠場となりました。従いまして4号艇と5号艇に関する投票権全て変換です。レース終了まで大切にお持ちくださいませ。4艇が残りました。先頭1号艇大山、2番手が2号艇中谷、3番手を抑え込んで3号艇の村松が先手、インついて6号艇の羽野バックへと折り返すも3番手、先前から3号艇の村松、上台系は1フタ3、4番手最高峰となった6号艇羽野スリットの通過。レースは2周にマークの旋回と向かっていきます。先頭は1号艇の大山、2番手は2号艇の中谷、3番手は3号艇の村松で、上台系は1フタ3、レースは残り 600m の攻防となりました。なおこのレース4号艇の大上拓人、そして5号艇の武井隆、4号艇大上、5号艇武井ともにフライング変換欠場、従いまして4号艇と5号艇に関する投票権全て変換となります。レース終了まで大切にお持ちくださいませ。先頭1号艇の大山、2番手が2号艇の中谷、3番手が3号艇の村松、上田家1二3、変換票数差し引いて2連単1、2は2倍ちょうど、3連単1二3 2.7倍、スリットでアクシデントがありましたが、先頭1号艇大山、2番手が2号艇中谷、3番手は3号艇村松、上田家1二3、先頭1番大山ゴール、2着2番の中谷、3着は3番の村松ゴール、ラスト6番の羽野ゴール。なおこのレース4号艇大上拓人、そして5号艇武井隆、ともにフライング変換欠場となっております。ご注意ください。以上、小島第12レース。